さんこんにちは。ゆっくりサトリと、まさかの続編、ゆっくりおりんなのだです。というわけで、琥珀の夢、パートに行きましょう。操作が超久々なので少し鳴らしますね。いいわよ。それにしてもパートに出すのね。解説の息抜きに編集するの楽しいんですよ。なるほどね。あれ？アイテム仕様って何キーでしたっけ？前はスペースキーだったわよ。スペース。あ、これですね。連打しちゃうと確定でナイフ選択されちゃうんですよ。気をつけなさいね。ここは前回クリアした緑の間ですね。銅の鍵を拾ったので違うところ行きましょうか。ここが開くはずです。おお、しっかり解錠されたわね。ここはビノマらしいです。その絵筆は誰がために踊る意味深ね。さあ最高ではないですか。このゲーム結構初見殺し多いんで気をつけて。はあ、何が起きたんです。しっかり印もついてたわね。シャンデリアの下は通っちゃダメってことで。なんかいるんですけど。これゆずちゃんが言ってたやべえ霊なのでは？やばそうですが、なんだか忙しそうですね。相当絵に自信があるみたい。ほうほう。このまでは絵の具を集めるみたいですね。てなわけで絵の具を集めるわけですが。わーてなわけで絵の具を集めるわけですが、おそらく秘宝の部屋にあるんですよね。まずは下から行きましょう。あなたねー。ふむ？絶対何かに追いかけられるやつじゃないですか。何今の音？さあ。なんでしょうか。古い棚がたくさん。待って、なんかいる。やばいやばい。あ、やばい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 。とりあえず帰宅。とりあえずここまで来れば安心ですね。あの子、視線に入ったら襲ってくるのかしらね。ああ、ガラス踏んでもバレるやつですね。あいつがいる中でどうやって調べ回る。発掘範囲ヒット、やばいやばい。この調子じゃろくに探索できないわよ。そうなんですよねー。ちょっと無理しましょう。え？おや？なんだか怪しいところに出ましたよ。追跡やめたわね。ここには何があるのかしら？青い瓶ですって。おそらく青い絵の具ですよ。やったわね。あとはあの子に見つからないように脱出するだけ。あ、こんにちは。最悪なやつじゃないですか。これ絶対セリフ終わったらドカーンって来るやつですよ。もうシフトキーに指置いて、セリフ終わったら下の通路に全力脱出すればいいんですよね。よし、行きますよ。はい、先生、あの子ホーミングです。けいね。怒られますよ。さて、戻ってきましたよ。あの子は下から来るんですよね。ちゃんと待機してるわよ。はぁ、あ。よし、行くぞ。今回は左に引きつけてたよ。なんで左に引きつけたのに左から行こうとしてんのよ。なんで？でしょうね。今度は前回まで右に引きつけて。いや、ちょっと待って、あいつのホーミング強すぎね。おめでとうね。次はここ行きますか。おお、クマ取れば？このクマ、緑の間にもいたわよね。てなわけでレバーを下げときましょう。何の意味があるかはわかりませんが。よしよし、もうここでできることはないかな？そうね。次の部屋行きましょう。はい。じゃあ、ネクストルーム。じゃあ次は左上ですね。ふむ？上下にドアあり。下から行きましょうか。ここもまた長い通路ね。また何かに追いかけられるとかほんと勘弁。絵画があるわよ。こんなところに？うわ、こいつ喋ったんですけど。喋ることもできるし、も通ってるって、なんだかやけに詳しく解説してくれるじゃない。なんかインベントリ開いたんですけど、アイテム持ってきたら何かできるんですかね。あら、青い絵の具ではない。まあ、一旦保留ですかね。じゃあ次は上に行きますか。おや？通路が二つね。片方には、
結婚が。とりあえず文章を読んでみましょう。ヒントをちょうだいな。賢い選択か。まあ常識的に考えると結婚がない方よね。謎解きするまでもないですか。ふ、いいですね。常識にとらわれちゃいけないんですよ。賢いってのはそういうことです。あ、こんなの初見でわかるわけねえですよ。だてめ、うわぁびっくりした。だてめ、まあ盾は悪くないわよ。おや、空の瓶がありますね。もらっておきましょう。よし、ゲットですね。多分この空間はこれで終わりでしょう。空き瓶か。絵の具を入れるための器ね。てなわけで帰りましょう。いや、帰りもダメなんて思わないじゃないですか。普通に考えてダメでしょうよ。くそ、やられましたね。まあいいでしょう。次です次。ほんじゃ最後に残った右上のドアに行きますか。左上の通路と同じね。まずは下から攻めましょう。これ、進んでいいんですかね。ちょっと上に逃げましょう。また暖炉ですやん。いい思い出ないんですけど。あら、液体じゃない。絵の具なの？空き瓶に入れてみましょう。水？絵の具にするには一手間加える必要があるのかしらね。嘘、暖炉にもアクションできる。何かを燃やすのか、火を消すのか。まあ今は置いておきましょう。さて、下の部屋行きますか。明らかな罠部屋ですが、まあなんとかなるでしょう。それでなんとかなったためしないじゃない。あ、踏んでもいい結婚だった。ふむ？タツトリアとを濁さず？どういうこと？こっちには欲を書くなと。どういうことなのかしらね。まあ先に進めばわかるんじゃないですかね。え、これは、ドツボ踏んだ？欲を書くなってそういうことね。これで金塊持って木の板渡ったら転落しよ。おお、ここには空き瓶ですか。これくらいなら大丈夫でしょう。一応金塊も調べときますか。はははは。たとえインゴットであっても誘惑には負けませんよ。なんたって警告に書いてありましたからね。ちょっと右上の通路に来ました。一通り全部の通路見ましたが、ここに繋がるアイテムがない。確かに。もしかして既存のアイテムで何かできる？空き瓶では何もできないでしょうし。やっべ、連打してから一番上のナイフ選択しちゃった。ちぃー、あなた何してんのよ。ははは、やっちゃいました。まあ進んだのならよし。ジュリア・マリアさんごめんね。なるほど、これで絵の具が回収できるわけですね。というわけで絵の具いただきます。ちょうどよく空き瓶持ってるしね。イエーイ。あなたには罪悪感ってものがないのかしら？あるに決まっているでしょう。絵画さんが何か言ってますよ。これは恨まれるやつだな。これ逃げる時に追いかけられるやつなんじゃない？一応警戒はしておきなさいよ。おや、死んだ。言い方よ。血濡れの絵画。不気味ですねー。てなわけで失礼します。オーフ。何も見てない何も見てない。オーフ。オーフ。というわけで欲を書く鍋屋に来ました。空き瓶の重さでも落ちちゃうんですよね。じゃあ何も持たなかったら？結局落ちるやんけ。じゃあこっちに何かあるんですか？おお、いたきたこれ。これでヒビが入っても大丈夫ってことですね。さて早速瓶を取りに行きましょう。妙に重量があるね。そうですよね。最初にセットですよね。これで瓶をゲットできる。よっしゃー、ふ、イージーですね。あとは変えるだけ。は？え？なん？なに？タツトリアとを濁さずをすっかり忘れてました。ちゃんと元あった場所に戻しておきましょう。よし、これで。いいんですよね。ふ、イージーですね。というわけで瓶は取ったんですが、ここにあるの絵の具じゃなくてただの水なんですよ。まさか、暖炉の火が消せる。そんな気がしてきました。試してみますか。あ、最悪なやつ。え、でも火を消してどうなるのよ。待って。もしかして火を消したら水が変わってるとか？それだ、確かに変わってますね。よっしゃ、あとは石像が来る前に脱出すれば全部屋クリアです。いくらなんでもずるすぎるでしょうが。まさか部屋の外まで落ちてくるなんて。はぁー。ふ、
く、イージーですね。てなわけで絵の具をくれてやりましょう。ほいさ。よいさ。ほらよ。よし、てなわけで若干気が狂っている画家が消えたので先に進んでいきますかね。うわぁ、ビビビビした。あれが、画家の最後の作品だったわけね。どんな意味が込められているかはわからないけれど。てなわけで鏡を見つけたので早速自分を殺しに行きますか。秘密基地？どこのことなんでしょう。さあ、とりあえず見てみるわよ。あ、あやちゃんだ。ああ、秘密基地ってアトリエのことだったんですね。ふむ。ふむ。ふむ。あやちゃんのお母さんは絵が嫌いなんですか？なぜなのかしら？理由はわからない。でも怒る。何かありそうですね。ふむ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 。へい、いた？なぜに過去形？もういないって。7年前に、鏡子で？そんな、待ってくださいよ。鏡子で死ぬと、今三代さんが囚われている世界に行くんですよね。何年も囚われてる、昔に死んだ人、一人いるじゃないですか。しかも女性、ゆずちゃん、よね？これは謎が深まりますね。お姉ちゃんがどんな人なのか情報が欲しいです。記憶の中のお姉ちゃんにそっくり？三代さんが？じゃあゆずちゃんじゃないのかしら？性格とか、正反対っぽいものね。ふむ、じゃあゆずちゃんとは違うのか。でも鏡子で亡くなったのなら、いずれ出会うかもしれないですね。お願いですか？あやちゃんらしいお願いですねでしょうね。あら、結構可愛いところありますね。この子、鏡の世界にも点在してるやつじゃないですか。ああ、三代さんがやけに反応すると思ったらそういうことだったのね。記憶は消えても、潜在的な意識の中にはこの記憶が残ってたんですかね。さあ、というわけで、自分を殺しましょう。やっぱりあやちゃんは三代さんにかなりの影響を与えていたようですね。これまでの流れなら、あやちゃんに救われてエンドってオチも十分あっただろうに。この流れを破壊する何かが、1ヶ月の間に起こったってことですね。気になるなぁ。この意味もまだわからずね。何を失ってるのかしら。というわけで火の間はクリアですね。霧もいいですし本日はここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。学びなさいよ。